リアル5人辞めた真相が、ね、はい、パート以外全然なので、その1、2ヶ月前だね。さすがはないもんだよ。あ、そうなんだ。だってよ、一人だけで怒って、はい、その時はもう顔引きつっとった。いや、パートで使われたもんね、俺に対して。当時いたメンバーの数人が、うん、ここで多分、ああ、そう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 、あったあった。ちょっと、さすがの悪口みたいな話を。え、うん、とんだみたいな話言ったんじゃない、俺ら。いいね。で、自分を一人入れて、私はあの、部門の社長になるの。本当のガチの本音。うん、はい、視聴者の皆さん、おはようございます。おはようございます。人を濃く使うのが得意な小林克信と、足場資材センターの綺麗なお姉さんこと、じいさん今日は、あの、じいさんをいじる、あの、あれじゃないんであれですけど、で、今回、まあ、こうやって SNS が、まあね、まあ、成長して23万人になって、で、まあ、足場事業を最初なんかこちょこちょ俺が撮ったんだよね。もともとウェブサイト自体が足場の買い取りがちょこちょこあって、自分のところで使うぐらいのレベルでやったんだけど、ただあんまり本腰入れてないから、年間にしてますね、数百万ぐらいの買い取りぐらいだったんだよね、多分。が、今、じいさんとか、じいさんってなんか嫌だな、俺、視聴者皆さんだけど、なんか、せっかく可愛いのにじいさんってなんか、臭いイメージする。そうですね。なんなら、じいちゃんにか。で、いつから始めたの？もう本当にやってみてっていう。で、まあ本当にグーグーはもう完全に別会社にしたいなみたいな話から、はい、まあ、マジですごいよ。出世ストーリー、マジでサクセスめちゃめちゃストーリーだよね。言っていいのこれで。失礼。何歳？はい。何歳？はい。面白いんだけど、何歳？あー。うわーだろで、はい、うん、そのパートでうちに入って、はい、うん、まあ、悪意があるような言い方になるけど、まあ、で、社員が4人、パートが1人ぐらい、あ、社員3人か、社員2人ですね、一気に全員一気にやるよね、はい、1人だけ残って、はい、その時はもう顔引きつっとった。いや、バーンで使われたもんね、俺に最後に。てか、部屋から出てた最後のやつ、ガーンで使われた。ああ、私やめないですよ、みたいな感じのノリで。だってまだそんなに喋ったことない。入ってまだ。でも多分、入って1年弱ぐらいでそういう流れになって。あ、1年ぐらいおったんだ、言っても。で、あれみたいな、みんな、やめるって言ってんだよ、みたいな。マーティアがほんと最悪やつでしょ。ちょっと、その話しようぜ、こんな。キッサーに。その時のもう、もうパクロってもいいでしょ。なんでって言うと、まあ、俺の中の認識はね、まあ、YouTube やり始めましたっていう時期で、フォロワーが多分1万、2万ぐらいあるってなって。で、もう、社員からしたら、こいつ何バカなんだよって言われたじゃん。仕事しろよ、社長、みたいな。今でこそさ、はい、まあ、こんだけなって、これが会社にすごい活用されてるから、ね、社員も応援してくれてるけど、まああの時はなんか何やってんのみたいな。でも決してそれは表面化しないんだって。ああ、そうなんですね。で、ああ、本当けど、ああ、いいじゃないですかみたいな。ああ、また今日いいじゃないですかみたいな。そんな感じだったんですね。だからね、だから俺が言うと、部活だったでしょ、マジで、ぶっちゃけ。いや、最後は結構そうかもしれない。はい、もう本当に辞めるっていう。かわいいっすね。ちょっと、ガンギン、ガンギンが来てる。話せる。はい、いける、それ行く、はい、まあまあいいんじゃない。でもまあ個人は悪い人じゃないよね。そうですね。まあ見ていくと、うん、悪い人じゃないんだけど、やっぱりなんか人間って恐ろしいよね、うん、あの赤信号、なんかみんなが渡れば怖くないみたいな感じで、もう洗脳されていくよね。なんか俺今でも覚えてるの、なんかいつもみんな立って喋ってるじゃん、なんか仕事してないわけ、なんか人数多いし、なんか俺もペチャペチャ喋ってるで、俺もほとんどいねえじゃん、はい、帰ってくるとパーって散るわけよ。で、席座ってなんかあーってなるわけよ。お前らほんとゴキブリみたいに。だからなんかそれをなんか後からみんなでバーバー言っとると。うん、私死んだしゴキブリ扱いだよとか言って。ちょっと別にゴキブリ扱いしてねえけどって言って。で、それあるでしょ。なんかでもありましたね。あったよね。うん、他にはなんかない。なんか一個覚えてるのは、うん、その駐車場、その私たちが自家用車止めてる駐車場の方で、うん、なんか私はいなかったですけど、うん、その当時いたメンバーの数人が、うん、そこで多分、ああ、そう、あったあった。そうそう、社長の悪口みたいな話をしてて、そこに昔いたその YouTube の編集者、翔くんがたまたまそこを通りかかって、話をちらっと耳に挟んだのか、
伊藤くんから社長にその話が行って、うん、またそこでボッとちょっと盛り上がってみたいな。ああ、俺もなんか言ったんだ。とんだみたいな感じ言ったんだよね、俺は。ああ、あったわ。でもそういうことが結構いっぱいあった気がする。ってことは結構俺の道行ってんね。一緒になって行ったでしょ。ですよねって。聞いちゃうよ、俺は。聞いちゃうとしてんだから。俺ちょっと辛いわ。私は言ってない。押せよ。あれやめていったのって何の人やったの？でも一人最初に、まあ、そういう関係なく。あ、それその人じゃないです。多分初めは本当に社長のどうのこうの関係なく王さん。王さん誰？あ、それは本当に家庭の事情で多分辞められて。あ、そうなんだ。確かそうだった。あ、あれがスタートだった。あれじゃない、買った。あ、じゃないです。で、俺のバージョンだった。はい、辞めたのをなんか初めになんかみんながどん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 、あの人が辞めるならみんな辞めるみたいな感じになったんだよね、確か。なんかそれを初めスタートとしてなんかそんな雰囲気になったみたいな感じ、うんうん、あ、そうだよね、はい、あの人じゃん、そのワーさん、はい、あの仲良かったじゃん、カメラマンも手伝ってくるのね、はいはいはい、リアル代目の人たちビビってくる、はい、はみたいな、うん、いや相当こっちの空気入ってんなって、うん、あ、もうこれ全員行くわ、うん、だって一番仲良かったから、俺あの人ね、カメラマンも手伝ってもらって、はい、一緒におって別にその嫌われてる感じもなかったから、うん、もう戦いになっちゃってるもんね。そうです。だけどなんかもう事務所が言うこと聞かんって感じがあった、これは。あ、いや私たちはこう考えてるんで、あ、そうですね、うん、社長会社どうしたいんですか、内心大きくするんですか、そういうことも言われたことある。相対的には嫌いじゃん。でも会社にはもう絶対必要ない、俺は。今戻りたいって言ってもいらんかな。わーさんぐらいかな。わーさん別に良かったじゃん。で、それ以外もマジでぶっちゃけいらんかな。もう今そんなレベルじゃない。みんながおるレベルがない。やっぱり段階じゃん。好きな人に採用していったらどうする？あの中で入れた人が。あー、でもわーさんかもしれない。それ以外は。難しいですけど、王さん。王さん、ああ王さんよかったね。あ、王さんよかったね。今もう毒吐いたね、今。自分で気づかないように毒俺吐かしたけど、わ、わーさんと王さんいらんかったからね。そんな言い方ですよ。そういうことでしょ。うん。そういうことよね。ちゃう？いや。そういうことよね。ちょっと。カラさん、悪口言ったってことだよね。はい。まあ、でもそうだよね、レベルもそうじゃん、うん、今なんか本当なんかみんなが一つになってるイメージあるんだよな、俺は。まあ大変だけど、うん、そうか、他になんかないの？もうちょっと視聴者聞きたいよな、リアル5人辞めた真相が、ね、はい、いや、お前らもそうじゃん、不安だったの、パート以外全員辞めたんだよ、うん、もうその1、2ヶ月前だよね。そうですね、ちょっとさすがのお前もんだよ。あ、そうなんです。だったよ。あ、こんなんですよ。その当時で大谷ちゃんと、はい、お前は違ったろ。私は、はい、まだ最初その2人で3人だよね、はい、あ、そうですね。でもそれプラスで人をやっぱいるねってことで、うん、1人あの、あ、え、そうなんだ。まあ多少、まあ、あの子もすぐ辞めたでしょ、うん、行ってどれぐらい、あ、半年で何年辞めたの、やめさせた？やめさせたんですか？なんか、まあ、追い込まれとった。自分がなんかファーってやめてたのか、追い込まれ系なのか。うちの会社の特許には追い込まれ系だ。ちょっと、あの、これは、あの、戦えるようでしょうが、もういいんだよ。これ逆に経営者の人とか、そういう中小企業の自信になってほしいけど、中小企業とかもう0歳じゃん。まあ言って。10人、20人の会社なんか。そんな、なんか、もう、なんかやる気ねえやつおったら、すぐずれる。で、みんなに伝染するじゃん。なんであの人怒られるのってな。うん、そうです。怒らんくても。うん、じゃあ営業でやる気ねえ、ポカッしてさ、行ってきまーすって言って帰ってきて、何もやってねえやつ、おるじゃん。おったじゃん。まあ、ちょっと追い込まれ系な気がします。いいよ、それそこは大丈夫、これはまあ認識しちゃう。分かんないです、全員 PE かもしれないですけど、うん、本当のとこ話すと分かんないです、私の認識は。ちょっとどうかな。いいよ、あまり
家とのともあうまくいってなかったっていうのもあるのかな。あ、誰と誰と、あ、仕事が全然やってないからどうとかじゃなくて、いやでも確かにふてこかったとこは、ああそうだ、はい、なんだっけ、ちょもうちょっと情報欲しいな。ちょいやいやいや、じゃあ何自分だけお前親の守るんですか。わかんないぞ、ジーさん。いや、わかんない、ダメぶって。もうこれ、デジタルタトゥーってやつだね。デジタルタトゥー。一緒。デジタルタトゥーなんでね。一緒どころでね、これ。で、まあ、この3人でやって、今、アシマの責任者やって、まあ、数字、ね、まあまあ、金額は言えるけど、まあ、目標値があってここ超えたら、ね、人入れようってあって、うん、まあ超えたんだよねこれ、はい、初めて買い取りもそれだけ来てんの。そうですね、リピートの方がめちゃくちゃ多いので、あ、もう何回も同じ業者さんが買い取り来てくれて、来てくれるんだ、うん、でもリピートで来るってことはやっぱり資材はうち結構頑張って買い取ってんだ、うん、いい値段で買い取ってんだ、うん、いいね。で自分も一人入れて、うん、私はあの部門の社長になるの。言えましいよ。あー、この顔見たい。この顔撮りたいな。まあ責任者やっていきたいわけだよね。これ一本でやりたいわけでしょ。はい、部長に本当に。本当のガチの本音、うん。ちょっとまだでも決心ついてない。あ、だからそれは不安。不安です。ああ、そういうことか。はい、足場一本で、はい、あ、まだちゃんとお金を稼げるかっていう。それもありますし、いいでしょ、自分のそのメンタル的にも不安があります。メンタル的にのね、やっぱ大変。いや、どうなんですかね。自分の話が自分がどう感じる。いや、わかんないです。でも想像しかできないんで。今やっとる感じだと思って。想像も今ほぼほぼこれやっとるんだから楽にはメンタル的には楽になるじゃん。はい、でもなんか何ですか、その結局今はまだ自分の仕事もあるので、うん、そこがあるからってやっぱりその逃れてる部分があると思うんですよ。まあ、しょうがないよねで、この許されてる部分が絶対あると思うんですよ。そんなことないと思う。真面目すぎるんじゃない。じゃあ俺なんかもう誰にも許しまえんよ。俺なんかもう誰にも許しまえんでしょこの仕事。俺お客さんのこと見てるからね。タトゥーどころじゃないよ、もうデジタル。タトゥーに俺が乗っかってるぐらいの感じでしょ、デジタル。でしょ。じゃあちょっと不安もあるんだ。不安もあります。なんと、クリアな人間の。人間の真面目やから。不安？思う。私、あ。聞いてわかる。もう話しにって言ってたよ。声をやってるでしょ。手がこうやって、お話しにって言ってたよ。めちゃめちゃ細くなったし、やばい。手が出てないからって思った。もう話しにって言ってた。ちょっとなんか、体も顔も。話しにって言ってた。何が不安なの？面白い。何やろうな。私ですか。はい、じゃあ視聴者の皆さん、ちょっとどんな動画だったかちょっとよくわからんけど、まあその5人のスタッフが一気に言うか真相について、でもそこで残ってくれた人は今ここだけね、まだ今、まあ正直給料も反映されてないからね、そこまで。じゃあ俺は出世させた、偉そうにはできないけど、今後ねそう なっていくと俺も嬉しいしね。ああ、こんなの稼いでんだ。ね。でもサクセスストーリーじゃん。ね、イエロー、レクセスの会社パーンって。ご苦労さんとか言って言ってるかもしれない。はい、ご苦労さんみんなお茶だよとか言って言ってるかもしれないよ。まあ、赤いのレクセス。オープンか、マルスに。こんななんか、なんか、向き合う帽子みたいなやつ。カーッとサングラスかけて、赤色の額縁でさ、カーッとこんなの。それはちょっといいですね。それはいいよ。いいよね、でもね。じゃあ、はい、以上になります。視聴者の皆さん、まあ、ちょっと動画本数が足りてなくて、ちょっと事務所で協力していただきましたが、ありがとうございます。足場、買い取り、販売。ちょっとリーチはもうそんな力入れてないけど、まあ、相談があれば、まあ、あんまり細かいやつはちょっと難しいかな。知り合いとかだったらいいけどね。ぜひ、効果買い取りしてますんで、材料もどんどん欲しいんで、来てください。お願いします。よろしくお願いします。せーの、また見てね。今度はあれだね、そのあれ
その最後のこれぐらいはいい、じゃあちょっと足場の会場の方からお話ありますんで、はい、いう感じの感じいける、はいはい、ちょっとやってみようか。はい、ちょっとはい、はい、よーいスタート。うわ、足場の販売買取リースはちょっとですけど。そんなだからあれしとるだけだよ。ダメじゃねえぞ、やるのこの女。はい、あ、忘れたけど、あの SNS 勉強会もうぜひ、ちょっとね、講師陣も今回いいし、まあ、ちょっと出るんかな、結構盛り上がって、まあ、ちょっと本当に頑張って力入れて、来年までには、10回目までには、俺もちょっとハードル高いんだもん。100人オフライン参加。オンライン参加、150って言われたけど、まあ、200でいいやろって。合計300人の SNS 勉強会っていうのを立ち上げたいなって。もうそこまで来たら本当にすっごい SNS の有名な人とか、100万チャンネル登録の人とか来てくれて、講師になってくれたり、インスタで有名なね、相手が来てくれたりとか、すごい面白いなと思うんで、ぜひ、建設業だけじゃなく、ビジネス経営者とか、あくまでもビジネス、SNS 勉強会だから、ビジネスに活用していこうっていうのが、まあ、テーマになってますので、まあ、そこら辺の、あれの人ね、ぜひ参加してください。じゃあ、足場、買取の方からも、ちょっとご紹介みたいなので、ぜひお願いします。はい、買取、足場材、中古足場材の買取、販売、トリースはまだそんなに力入れてないですけど。同じこと言ってるから。はい、カシャンって言うてるぞ。ちょっと練習したの、ほんと。